どうも、怪しさ 120% 男、ブス島です。同級生実況プレイやっていきたいかと思います。はい、8月31日、なんかね、目まぐるしくエンドレス8みたいにね、なんかずっと8月31日を繰り返してるブス島でございます。さあ、とりあえず行ってみようか。やっぱりね、気になっちゃうよね、これエンディングってね。でも今回ってやっぱり違うんだろうな、リメイク版とかと。やっぱりこの辺どうなんだろう。なんかね、リメイク版の方を見ると現代風にアレンジしてますっていうことなんで、いや、それはそれでやっぱり大事なことなんですよ。やっぱり発売する上でね、コンプラとかいろんなもんありますから。でも当時のこのね、表現というのはどれだけ過激だったかと。まあ配慮もあまりねしてなかった時期っても確かにあるんですよね。まあそういうのも含めて今回は楽しんでいるという感じです。それでもね、やっぱり動画的にはやっぱりどうしても隠さなきゃいけないところっていうのがあるんで、その辺はご了承ください。まあブス島マークだらけの回っていう感じですね。じゃあ行きましょう。さあ、誰に告白しようかなということでね。じゃあ次、レイコさん行ってみようか。行けっかな、レイコさん。どうだろう。そう、レイコさんなんだ。あ、彼女、俺の思いを伝えずにはいられない。そうだよブス島、彼女の家に行って愛の告白をするんだ。お、レイコさん、レイコさん、どうなさったの。そんな声顔して、とりあえず帯取らせてください。どうしてもレイコさんと話をしたくて。まあ何の話からかしら。あなたの体が忘れられません。すごく大事な話。レイコさん、はい、もう気づいてんだろこの時点でね。レイコさんならね、俺レイコさんと付き合いたいんだ。私と。まあびっくりするだろうな、既婚者ですからね。好きなんだレイコさんが。ブス島さん、レイコさん、返事をしてくれ。ブス島さん、私、主人がいますのよ。あ、不倫？もしかして。知ってる。ブス島さんよりずっと年上ですのよ。わかってる。年なんか関係ない。お付き合いをしたら不倫になってしまいます。だよな。それでいい。俺はレイコさんしか好きになれないんだ。ブス島さん、私、嬉しい。はい、女性ってこういうものなのかな。こういうのを聞くと、割とこういう記事見るけどさ、って思うよね。やっぱり、まあやめとこう。そこまで私のことを好きになってくれるなんて。好きなんだ、本当に好きなんだ。私もブス島さんと一緒にいると女学生に戻ったような気がします。レイコさん抱きたい。ブス島さんに抱かれたい。じゃあ俺と付き合ってくれるんだね。とんでもねえ会話だなこれ。え、ブス島さんが飽きるまで。すげえ。俺は飽きないさ。ずっと一緒だぜ、俺たちは。あ、体が震えるほど嬉しい。ブス島さん、今すぐ抱いて。手っ取り早いな、レイコさん。そして、いくつかの月日が過ぎ、ブス島は卒業式を迎えたと。卒業式もとうとう終わってしまったな。みんな泣いたりしたけど、俺はちっとも悲しくなんかなかったぜ。充実した学生生活が遅れたもんな。さてと、これからすぐに、レイコさんの家に向かって、でヒッヒッヒと。今日の卒業式の中で俺が一番大人だろうな。なんだって俺は不倫してるんだから、そこでね大人とか言うんじゃねえよバカだれ。最近のレイコさんすごいんだよ。俺にいろいろなことを教えてくれるんだ。俺の選択は間違ってなかったはずだ。レイコさんのような大人の女性と付き合えて俺は幸せ者だぜ。もうでも他の女の子とこうなってもよかったかな。まあいいや、とにかく俺はレイコさんという彼女がいるんだ。幸せ 100% だぜ、ということでね。そしてその後はどうなったかっていうと、不倫バレてねえのか大丈夫。おはばば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 って。はい、ブス島さん、これがティーバッグですよ、ということでね。そっか、この頃ってティーバッグってそこまで一般的だったけど、結構目立ったよね。今だとみんな割と履いてる方多いらしいですけど、まあ、あくまでこれは下着を、どういうものかっていうのを説明してるだけなんで、別にいやらしい意味は全くございません、これはね。うん。これがティーバッグか。うん、色っぽいもんだ。和服でティーバッグなんて恥ずかしいです。ああ、でも、下着の線とか出ねえから、でも普通和服ってつけねえよな。なんか脱がすのがもったいないな、ティーバッグを履いたまま。何を言ってんだ、こいつは。まあ、嫌いじゃないよ、これも。うん。もう、ブス島さんったら、それとも、レイコさんにゆっくりとティーバッグを。何を言ってんだ。いや、恥ずかしい。いいじゃないか。でもさ、これ今、ブス島マークでめっちゃ隠れてるんですけど、これね、16色っすよ、16色。いや、すげえ綺麗。和服とかの描き方が。ほんと、ブス島マークなしで見せたいわ、これ。ブス島さん、好きと。俺だって、
愛脱いでということでね、まだしてくれるの。え、何をしてくれるのかな、うん、ティーバッグはなんてことだよ、なんてこったい、なんてこったい、いいなこれ、うん、感じちゃいそう、おいいね、さあ下着を脱いで私の顔の前に何を言ってんだという生活を送り、いつまでも幸せに暮らしましたとさ、ティーバッグティーバッグという感じでございましょう。いやいやいや、これいいな、レゴさんいいですね、うんうんうん、いててててててて、てあれ、あ、なんか最近頭頭痛すること多いな、しょうが頭痛で頭が痛いよ何を言ってるんだ、もうもろ日本語間違えてましたしね。さてじゃあ次は、じゃあ行きましょうか、じゃあ次、そうだな、かおりさん行こうか、気合入ってた、かおりさん行ってみよう、そうか、かおりさんなんだ、あ、彼女に俺の思いを伝えずにはいられない、そうだ、ブス島、彼女のマンションにいて愛の告白をするんだ、かおりさん好きなんだよな結構、かおりさん、ブス島くんどうしたの、実は大切な話があって、大切な話ってお金の話、さすが、さすが、違うよ、もっと大事な話なんだ、何よ、いきなり来たと思ったら外で話をしていないなんて言っちゃって、あの、ブス島くんはっきり言ってやらしてください。あ、違うね。かおりさん、俺と付き合ってほしいんだ。真面目に話してるんだ。俺はかおりさんが好きだ。うすじまくん、かおりさん、こんな私とも付き合ってくれるの？こんな私なんて言わないでくれ。俺にとっては一番大事な女性なんだ。嬉しい。私もブスジマくんが大好きよ。本当よ。ブスジマくんと寝てから他の男とは一回も寝てないの。好きだ、かおりさん。でもブスジマくんは学生だから。まあまあね、ブスジマくん卒業したら私を迎えに来て。かおりさん、ブスジマくん、私ずっと待ってるから。いやーいいね。かおりさん、ブスジマくん、かおりさん、ブスジマくん好きよ。なんで幸せそうなんだ。もう月が過ぎて再卒業式を迎えると。おう、ふう、やっと待望の卒業式が終わったぜ。ひひひ、実は卒業するまで待てなくて、俺は香織さんの部屋に転がり込んでいるんだ。告白して以来、香織は俺にベタボレさ。俺の言うことは何でも聞いてくれる。彼女はお金をいっぱい持ってるし、好きなものを買ってくれるから本当にいい恋人だよね。いや、まあ持っててもあんまりこうね、そういう女性にたかるのはどうかと思いますよ。その反面、夜の報酬はちょっと厳しいけど、はははは、いい意味でな。今までたくさんいた男を切って俺一人絞ったんだから厳しいのも当たり前か。でも他の女の子とこうなってもよかったかな。まあいいや、とにかく俺には香織という彼女がいるんだ。体はちょっと辛いけど幸せだぜ。そりゃ幸せだろうよなあ。そしてその後二人どうなったかというと、おっとおっと、これ全面ブス島マークっすね、これね、やっばすげえ、早くということね。またするの？やだ、まだ3回しかしてない。はい、賢者タイム3秒の私みたいな感じですね、これね。うん、もう3回もしたでしょ。ダメダメ、私ね、3回じゃ表現できないよ。いや、これくらいいいな、でも。俺は十分愛を感じたぜ、ははは。ダメ、あと1回だけね。ね、いいでしょ。もうパッサパサだ。あー、ブス島幸せということで。という生活を送り、いつまでも幸せはてなつけんな幸せだよ俺は、暮らしましたとさ、デメキンデメキンということでね。いや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 、すげえな。いやー、なんか夢をねよく見るんだよ。うん、まあこのネタもそろそろ飽きてきたな。さあ次はお待ちかね、ミサちゃん行ってみっか。ミサちゃんな、もうでもよく考えたら同級生ってマイちゃんと、マイちゃんとミサくらいしかいないか。あとそうだね、全部年上の女性ばっかっすね。さとみもみほもそうだね、ないもんね。よし、じゃあミサ行っちゃおうか。ついにミサ行きます。人気キャラクターですよ、ミサ。そう、ミサなんだ。あ、彼女に俺の思いを伝えずにはいられない。冬彦とかなくてよかったな。でもな、そうだよ、ブス島、学校に彼女を呼び出して愛の告白をするんだ。おう、ミサ可愛いな、やっぱミサ。いやびっくりしたわ、いきなり学校の校庭で待ってるなんて言うから。すげえ言葉は女らしくなったな。でもな、女の子らしいわ。ブス島、何か話があるんでしょ。俺前のでもね、男っぽい話し方の方が好きなんだよね、ミサ。
そうだよ、話があるから美沙を呼び出したんだ。なんかね、違和感あるんですよ。威張らないでよ。いや、威張るなよって言ってほしいね、ここは。美沙、付き合いたいんだ。え？付き合いたいっていうのはな、いやらしい意味で付き合いたいんだ、俺は。うん。だから、美沙に交際申し込んでるんだよ。私、すっごく嬉しい。ってことは、付き合ってくれるってこと？私でいいの？もちろんだよ。俺の心の中は美沙のことでいっぱいなんだ。夢じゃないわよね。なんか違和感あるな、やっぱり。なんかある。夢だってたまるか。私もブス島と付き合いたい。ミサ好きだよ。私の方がブス島を好きよ。俺はもう他の女の子を好きになれない。ミサだけだ。てんてんてん、泣くなよ。いいじゃない、嬉しい時の涙なんだから。一緒に帰ろうか。うん、腕組んで歩きたい。じゃあ腕組んで帰ろう。ミサの家まで送るよ。ありがとう。幸せそうだな。いや、これがやっぱり同級生って作品だな、やっぱな。うん、やっと卒業しても終わったかということでね。いや、人気者大変だぜ。おかげボタンが一つもついてない制服になっちまった。ミサのやつ急に女らしくなっちゃってボロボロ泣いてたよな。気持ちがいいな。桜がひらひらと散ってるぜ。今日はミサと一緒にスポーツクラブに行く約束だったな。彼女と付き合ってから俺もやることが健康的になったんだよな。その後は二人で卒業のお祝いをするんだ、俺の部屋で。ヒッヒッヒ、変われば変わるもんだぜ。あの男っぽかったミサがいや色っぽくなるんだから。俺は幸せだよ。悔いのない学生生活だったし、可愛い彼女ができるし、てんてんてん。でも他の女の子とこうなってもよかったかな。まあいいや、とにかく俺はミサという彼女がいるんだ、幸せだぜ、ということでね。そしてその後二人はどうなったかというと、おろろ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 ろ、すげえ、うんぐんぐんぐと、なんかね、やってますね。わお。うんぐんぐんぐと。わお。うんぐんぐんぐ。ちょっとね、ちょっと数字書いておきますけど、これが逆になってますね、今ね。まあ、意味深な感じでございます。はい。おお。うんぐんぐと。おお。うんぐんぐ。いや、何にもねえな。もうダメだ。ああ、まあね。まあ、ここら辺隠してますけど。あららら、いや、いいね。ミサって上手だよな。どこで覚えたの？バーガー、ブス島が教えてくれたんじゃない？もっとすごいこと教えてあげようか。もう、教えて。いいね。こういう彼女もいいね。幸せに暮らしましたとさ。はい。96、96という感じでございましょう。何を言ってんだか、もう。いや、でも幸せそうで何よりですよ。これはこれでいいね。よく寝た。さてと、今日は8月31日か。さあ、ついに、とりあえず、そうだな、あとは、先生行ってみようかな。うん、先生が俺は好きなんだよ。うん、先生と一緒になりたい。いけるかな？わかんないけど。でも、好感度的にはいい感じだからな。行ってみっか。よしこ先生。そう、よしこ先生なんだ。あ、彼女に俺の思いを伝えずにはいられない。そうだよ、仏島。学校に先生を呼び出して愛の告白をするんだ。お、先生、よしこ先生。仏島くん、何か相談かしら？言いにくいんだけど、やらせてくれ。また何か悪いことしたの？ちゃんと言えば許してあげますよ。でも、いい先生だよね、この先生。うん、違うんだ。よしこ先生にどうしても言いたいことがあって。私に言いたいこと？したい、生で。そう言わずに。ん？そう言わずにはいられないんだ。何かしら？俺、先生のことが好きなんだ。びっくりしますよ、そりゃ。好きなんだ、先生が。ブス島くん？よしこ先生？私、なんて返事していいのかわからないわ。教師だから？そう、私は教師だから。確かにそうだけど、俺は一人の女性としてよしこ先生を見てるんだ。一番でもこれ実際やられたら迷惑なパターンだよな、これ。でも。ブス島くん？好きなんだ、先生。一人の女性として。私もブス島くんのことが好きよ。じゃあ、俺と付き合ってくれ。それはできないわ。私はあなたの先生ですもの。卒業する前に待つから、卒業すれば俺はただの男だろ。私、待ってていいの？待つのはお互い様さ。ブス島くん？先生、キスしたい。いいわ。でもキスだけ。おいおい、お前ダメだよ。今、お前その状態で。でもいたな。でも元教え子と結婚したっていう。なんかそういう先生ね、学生時代いましたよ、そういう先生。うん、
分かってるわ。一回キスしたらあとは卒業するまで我慢するから。あ、ブス島くん先生、お前学校でやんなよそういうこと。うん、はい、卒業式を迎えたと。あららら、うー、なんてすがすがしい気分なんだ。ふわ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 、やったぜ、マーチン、また卒業式が終わったぞ。卒業証書をもらったし、これで俺は先巻学園の帯だ。やっとよしこ先生、いや、よしこと付き合えるぞ。彼女は廊下で俺に会うと目をそらし、頬をあからめで通り過ぎたんだ。きっといやらしいことを想像してたに違いない。違うよ、違う違う違う、恥ずかしかっただけだよ。そういえばメガネをやめてコンタクトにしたんだよな。あれも俺を意識してのことか。確かにメガネ外すとまた雰囲気変わって美人さんだったな。お互いにもう我慢することは何もないぞ。これから彼女と会う約束をしてるんだ。うん、俺の未来もバラ色だ。なんて幸せな気分だ。飛ばしちゃったや、てんてんてん。覚えたよ。でもでも他の女の子とこうなってもよかったのかなと。まあいい、とにかく俺はヨシコという彼女がいるんだ。幸せだぜ。その後二人はどうなったかというと、おお、めっちゃ美人だな。うお、あの仏島マークね、顔だけは隠さないで言いますけど、めっちゃ美人っすね。うん、仏島くん、私綺麗かしら、私綺麗かしら、なんか口先女みたいなこと言うんじゃない。いや、でもめっちゃ美人マジで。その仏島くんってのは予想ぜ。いいじゃない、その方が呼び慣れてるんだから。それより今日のランジェリーは気に入った。いや、めっちゃ美人、すごい、素晴らしい、すごく綺麗で色っぽいぜ。そんな格好をして一体何をするんだい。もう分かってるくせに意地悪ね。いや、俺は分からないけど、この胸もこのお尻もそしてここも全てブス島くんのためだけにあるよ。いや、素晴らしい。ダメだよ、俺たち元教師と元生徒なんだからな。意地悪、もう何回もしてるじゃない。何を何をって、愛し合ってるってこと。愛し合うって、だからブス島くんのここを私のここにね。でも本当美人だな、好きだな。やっぱりこう考えるとブス島タイプなのはやっぱり綺麗系の方なのかな。うん、そう見るとね、はっきり言わないとわからないな。俺って先巻学園の頃から物忘れがひどかったから。もう意地悪、変わったよな。昔は男嫌いって噂だったのに、あなたが書いたのよ。だから責任を取って、ほら私のここで責任を取ってもらいたいわ。おおい、に握るなよ。うふ、とってもしわ幸せよ、ブス島くん。噛んじゃったよ、最後の最後で。という生活を送り、いつまでも幸せに暮らしましたとさ。ポコポコという感じでね。はい、という感じで今回はまあこんな感じで、とりあえずエンディング見れそうなやつは全て見たかな、とりあえず。というわけで次回からまたね、ちょっとシナリオをね、ちょっとやっていきますんで、ちょっとね、その間ね、どこだ、美里じゃねえや、美里っていない、誰だっけな、あれ、ひろみちゃんじゃなくて、さとみちゃん。さとみちゃんの、泣いた後くらいまでちょっと進めますんで、ちょっとしばらくね、進めるまで、同級生の更新、お休みします。はい。で、次回からちょっとまた新たなものを少しやっていきますんで、ちょっと同級生はしばらくお待ちください。その続きまたやりますので、うん。まだね、同級生最終回じゃございません。どうしてもね、そこまで進めるのに、やっぱりそれなりに日にちちょっと必要なんで、ちょっとそこまで裏作業しますんで、少々お待ちくださいね。はい、ということで、今回はこれくらいにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。おー。あ、この辺なんかもうバイオハザードそのまんまですよね。これは出すわけにはいかない。文字が浮かんできた。回復しねえのか。つれえな。うわ、なんかある、なんかナイフ飛んできたよ。発電機が動き出した。おー、来たよ。つらいぞ、これ。うわ、こっちもいた。ターミネーターみてえだな。見てくれ、この攻撃力。はい、こいつが。襲ってきた。お、襲ってくんなよ。倒れた。罰当たりだな。常識では考えられない発言。コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。